ラや太鼓に合わせ掛け声とともに貝を取る勇壮な海の男のドラマ、ペーロン競争。本格的な夏を迎えた7月29日、長崎名物のペーロン競争大会が東京隅田川で行われた。レースに先立ち選手宣誓。宣誓、我々選手一同はペーロンシップに乗ったり、この東京大会において長崎での練習の成果を遺憾なく発揮し、九州男児として恥ずかしくない試合を行うことを誓います。選手代表連続部長チーム野口義郎。この大会は長崎市が市政90周年にあたる今年、観光宣伝として計画したもので、6隻のペーロン船と7チームおよそ400人が参加した。隅田川両岸に集まった3000人を超す見物人の見守る中、琴戸橋から上流に向けてスタート。ペーロンは長さ14メートルの船に33人の若者が乗り組み、スピードを競う中国渡来の風習で、くんち、旗揚げとともに長崎県を代表する行事の一つ。現在長崎県内には60を超えるペーロンチームがあり、6月から8月にかけて各地で盛大に行われている。ドラや太鼓に合わせて一斉に貝を取る掛け声も勇ましく、先を争って漕ぎまくる様はまさに勇壮そのもの。南国長崎の男たちが暑い東京の夏を競った。